いるところがね、釜井東バスターミナルパタヤに、久々に行きます。9ヶ月ぶりぐらいかな、久々に行きます。まあ何人かとちょっとその日本人の方がね2人今いらっしゃるんで、ちょっと会おうかなって思ってるんですけど、ちょっと海水浴楽しんできます。であとは撮影ですね、現地の撮影をしていきます。で、これがイカマイということで、東バスターミナルとかから来て、サメトロなんかもここから行けるんですけど、まあ便利です。何かというと BTS の駅をすぐ降りて、すぐですから、東バスターミナルは南だと、まあ、タクシーとか使わないといけないんですけど、こちらはかなり、便利です。北バスターミナルモチートだと、まあ、ちょっと歩かないといけないしね、そう考えると結構便利だと思います。で、まあ、ここは券売所、中に入ったら券売所だ、券を買ってチケット買ってですね、待合所ということで、ここの面ですので、バス入手するまで待っています。出発口が近づいたら、バスが出発するところに行くと思います。109バスです。民営のバスなんか前はねミニバンで行ったんですけど、今ですね、今日月曜日なんですけど、意外に混んでる、まあ、年末だからってもあるかもしれないけど、結構満員です。で前の方の席しか空いてない、まあ、できれば、まあ、事故とか起こったらね、被害を被るのは前の方が多いんで、だから後ろの方が良かったんだけど後ろが空いてなかったです。まあこれが、公営のバスです。だから行きます。まあこんな感じでね、今休憩して、これが1時40分出発のやつなんですけどね。で時間があったら、バスの発着場、番号が知らされるので、そのところに行って、バスを使います。でバスが到着したら乗ると思うんですけど、お土産屋さんもあるので、何かちょっとお菓子とか買ったりとか、ここで買うと思います。で中に入っていただくと、まあ、40席ほどあるんですけど、一応番号が振り当てられているので、自分の番号のところに座るようにしないといけないです。一番後ろにトイレがついてるんで、まあ、できればまあ出発する前にトイレは済ませていた方がいいんだけど、どうしてもっていう時は一応後ろにトイレがあります。